タタタタタトペトペです、よろしくお願いします。本日も始まりました、今日もありがとうトペです。本日はなんとゲストの方に来ていただいております。ウーマンラッシュアワード中川パラダイスさんです。パラダイス、やったー、それがどうもありがとうございます。パラさん、パラ兄さん、ありがとうございます。 NSC なんですよね。僕そうなんですよ、はい、いや実はあの、はい、別棒の僕の方の何でも屋の方で今日レンタル彼氏っていうオファーで、はい、あのモノマネをされてる大桃地と一緒に動画撮らせてもらって、はい、でこの後にちょっと僕の方もとん平さんも YouTube やってるから撮らせてもらっていいですかと、はい、言いになったんですけど、はい、ちょっと僕はまずどんな動画を撮ってるのかまず全然あんまり話、そうですね、はい、あの会うのお会いさせていただくのも初めてで、初めてです。で僕ももうダメ元で、はい、パラダイスさんにツイッターで YouTube コラボをしていただけませんかって送ったら、はい、いいですよって言ってくださって、もちろん何でも嫌なんで、いやもう、はい、それでもうこういう風にやらせてもらってもうほんまありがとんぺいです。いやいやありがとんぺいな、ありがとんぺいです。もうほんま、ね、そういうギャグなんや。そうなんです、うん、こんにちはパラダイスみたいな。いやそんなあったんすか。そういうもんでしょ、挨拶みたいな。そうです、うん、いやありがて、あのね僕はもともと吉本 NSC32 期、はいはい、大阪のってことですよね。そうです、大阪の NSC の32期で、はい、でもすぐ東京にあの来たんですけども。なるほど、僕だから23期なんですよ。はい、だから9年後輩になるんですよ。そうなんですよ、はい、そうなんです。でもう僕はもうずっともうウーマンさんの漫才とか見させてもらってましたし、わありがとうございます。もうほんまザ漫才の時とかもラジオもずっと聞いてましたし。そうなんです、オールナイトニッポンゼロもう聞いてました、聞いてたし、はい、もうなんかもう交わることはいずれ交わりたいなと思いましたけど、いやいや、まさか YouTube で交わることができるなんて。いやありがたいですね、ほんとね、はあ、いやすごい時代ですわ、ほんま。いやね、簡単にね、こんな可能い公演で撮るとは思ってさっきからね、書かれてますよ。いやすごいのよ、はい、その、あの多分カメラ見てる人も途中でドン、はい、ドンってなってるけど、これカメラマンさんが足にカー集まってるからこうやってやってるだけやから、ね、もうカメラマンさんも嫌がってましたけど、もうね、ちょいちょいちょいね、ありがとんぺーもうほんま。いやでこのチャンネルは主に何やってる、はい、普段はあの格闘技のことをずっとねお話しさせてもらってるんですよ。ああそうなんですか、はい、めっちゃ詳しいんですね。まあ格闘技大好きで、お仕事とかも格闘技の、はい、あのこととかもさせていただいてるんで。なんかやってるんですか。僕は普段あのニャンニャン拳法って言って、はい、あの大桃地の姿でいろんな拳法に挑んでいくっていうのをやってるんですけど、はいはい、まあ、あのずっと負けたりはするんです。なるほど、はい、実際にはやってないんですか。実際にはあのインタビューとか行かしてもらって、そこの道場でトレーニングとかさせてもらうんですよ。実際にするんですね。そうなんですよ。だまあガタイいいっすもんね。いやガタイだけね、身長も大きい、身長も181センチで、はい、はい、でもパラダイスは柔道やってる。あ、やってましたよ。そう、やってたっていう。中学校、高校と。そうなんですよね、はい、しかもなんかウィキペディア見たら段も持ってるって。もう持ってます、2段です、2段です。いや、じゃあもう余裕でしょ、はい、僕なんか。いや別にその余裕が、いやもうずっとやってないです、もう20年以上やってないです、ね、いやでもね、普段パラダイスって言ってるけど、はい、なんかやったらみたいになるんちゃう。まあ元カラーギャングですしね。うわ怖い。あのリアル池袋ウエストゲートパーク。そう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 、うわあれやってたんですよ。ええー、いやそんな人が今日ゲストに来ていただいて。いやいやいや、なんかイメージ悪いな。いや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 、はい、いいんですよ、はい、もう僕は憧れですから嬉しいです、うん、あの、はい、パラダイスさんのまずあのすごいとこって、はい、なんかその YouTube で今何でもやってるじゃないですか。やってますやってます。これやろうと思ったきっかけって何なんですか。あでも本当に相方が、あのたまにちょくちょく1ヶ月2ヶ月海外行くんです。あの村本さんですよね。そうそうそう、はい、で海外行ってその時僕ら基本漫才師なんで、はい、もう仕事なくなっちゃうんですよね、はい、でやばいこれなんとかせなあかんなっていうので、まあ言ったらツイッターで3000以上であればもう皆さんのいいねで何でもやりますよっつって何でもやったんですよ、はい、それがまずきっかけです、はい、でそれが今度この吉本の闇営業の問題があって、もう去年ありましたよ ね、はい、それでやっぱ、お金をもらうのがまずいっていう風になったんで、はい、無料でやらる代わりに、無料でやる代わりに、YouTube 撮影させてくださいっていうので、はい、今ちょうもう10件ぐらい行ってるのかな。めちゃめちゃ行ってますね、うん、まあちょっとコロナのね時期もあったんで、はい、その時はちょっとやっぱなしにしてたんですけど、はい、まあちょっとずつ回復してきてるから、まあこういう風にね、はい、あのコラボさせていただいたりとか。いやもう、え、じゃあこんなん聞いていいですかね。どういう案件行くんですか、今まで行った中で言うと。あでも、はい、その100万円なんか女性の方が大阪でタクシーの中に100万円する時計を忘れてきたと、はいはい、でそれをもういろんなところにタクシー会社にも連絡したし、はい、いろんなとこに連絡したけどもう見つからへんと、はい、パラダイスさん一緒に探してくれませんかって言われて。え、もうそんなんもう引き受けるんですか。引き受けますよ。マジっすか。はい、え、ぜひ見てほしいよなそれな。ええー、
まあまあ結果見てのお楽しみなんですけど、なるほど、言わない方がいいですよね。いやまあまあでもまあ探偵ナイト、一人探偵ナイト一人みたいなことやったりとか、あと普通にその冷蔵庫の中に3ヶ月前に作ったカレーを入れっぱなしで出すのが怖いから一緒に出して掃除してくださいとか、本当に一緒でしょ。そ、うん、え、そんなに来た時とか、いや自分で開けろやとか思わないですか。いやいや、もう何でも嫌なんで、むしろまあありがたいありがたい。そうです、うん、確かにそんなんあんまりないっすもんね、みんな、うん、楽しいっすよ。だから、うん、それを動画にしてる人が僕いないから、うん、そういうことやってるのってすげえなと思って。だ よかったのは何でも屋で調べて YouTube、はい、結局他の検索ワードで他の人が上がってこへんかったから、はい、ああじゃあもうこれはもう一番なんやと、はい、気持ちにはなれますけどね。なるほど。ウーマンさんはじゃあもうあれですね、村本さんは今度海外に行くって、そうそうそう、もう今言われてるじゃないですか、はい、でパラダイスはこの何でも屋で YouTube で、まあ何でも屋でやったりとかいろんなことやりながらとは考えてますけどね。面白いなぁ。まあうまくいくかどうかは知らないですけど、いやいや、まだチャンネル登録者数もまだ1000人いってないし。いやでも何年か前にやってましたよね、うん、やってた。だって芸人さんの今でこそね、うん、多いですけど、うん、その前からやってた。5、6年前からやってたね。走りですよね。そう走りなのよいや走りで逆にこんだけチャンネル登録者数少ないの俺ぐらいちゃうかなと思うぐらい。いやいやいや、当時だってキングコング毎日キングコングさんとか、はあね、ハイジーさんとか、はあ、みんなもうトップみたいになってるやん、はあ、俺ぐらいでずっと低空飛行いやいや視聴数はめちゃめちゃいってますよね。結構何万再生とかいってて、いやまあそれでも昔はもう6年間でそんだけしかいってないからね。いやいやいや逆に一回ちょっと途中間やめて5年ぐらいやってなくて、はい、忙しかったっすもんね絶対、うん、まあなんかまああんまりなんかやらんくなっていて、はい、でもう一回今は何でもやで再開したって感じ。なるほど。毎日上げてるんでしょ。もうほぼ毎日上げさせてもらってます。すごいよね。いやもうそれはもう自分一人で、うん、あの家でお話しするだけなんで、うん、僕はもう全然大丈夫なんですけど。そう喋ることとかってその困ったりせえへんの。いや格闘技のことやったら無限に喋れますね。あなるほど、好きなことやし。そう毎日面白いこと言え言われたらちょっとね。いやお笑い芸人でもきついからね。きついです。毎日おもろいこと言えなんて、もう無理。ちょいちょいちょいなんでなんなんそれ。いや流行らしたいんです流行らしたいんや。もういや俺もパラダイス言い続けて10年ぐらいやるけど、はい、流行らんもんは流行らんで、でもやり続けるのが大事やから。ですよね。そうそうそう、ドヒャーですわそれもほんま。いや僕はでもパラダイスさんも喋りもできるし。そんなことないですよ。いやだって滑らない話出てますから。いや出てましたけど うっすら滑ったんすよ。いやいやいや嘘でしょで俺2個喋って1個カットされてるんで。あそうなんですか。そうですよ。えあのお話面白かったじゃないですか、あの滑らない話、ね、もう1個はね良かったんですけど、もう1個の方は あんまりにも人が引きすぎてパンクだったんですよ。同級小学校の時に同級生のおしっこ飲むっていう話して、それカットだった。それはダメです。フジテレビさんもそれは無理ですね。DVD いきっすね。じゃあそれはね、 DVD にも入ってないっていうぐらい、 入ってないですか。ザワザワってなったんやから。いやちょ、うん、滑らない話がザワザワってなったんや。あんまないっすよね。ないない、あんまない、うん、すげえな。で今その何でもやってて、うん、で僕は、うん、あの先ほどもちょっとパラダイスさんに言わせていただいたんですけど、うん、パラダイスさんって誰とでも仲良くなれるじゃないですか、うん、まああの仲良くなれるというか、はい、あんまり人に気を使わずに喋ってるっていうのもあるかもしれない、ね、だって僕なんかも、うん、なんぼ後輩って言っても初めて会うじゃないですか、はいはい、多分普通の芸人さんとかってなんか結構なんかシャイな人多いですよね。そうなんですよ。間あると思う、まあとかね、あると思うんですけど、うん、その一般の人にも会いに行くわけじゃないですか。会います会います。誰でも行けますよねほんまに。あだから逆に気使ってないよな俺。なんか普通にズケズケ行く。ズケズケ。うん。その一般の人になんかごちそうとかなるってすごい気使うじゃないですか。いや気使いますよ。俺はもうラッキーやと思って。で俺なんやったら俺今日お金出してないから全部そうそう、うん、そうなんかアイスであったりとかプリクラとか、はい、俺ほんまやったら後輩に出さなあかん立場やけど、はい、でもいや全然それはもう今日企画ですからね、うん、いやでもまあそれでもやっぱりあるやんか芸人の世界って。あまあね、うん、はい、そこ俺もう気にしてない。普通の先輩たち、まあ確かに気にするかもわかんないですね、うんうんうん、ああそうそう、割り切ってんねん、だからなんていうと、まあずっとだからまあ弟子体質なんやろうね。ああ、うん、もう下から下から行くみたいな。下からなんかな、まだ
偉そうにする部分もあんねんけど、はい、あんまりだから嘘をつかないようにして、はい、うん、まあ大事ですよね、うん、それって、うん、じゃあやっぱねこれ今見てる人も、うん、なんか人と仲良くなりたいけども、うん、どうやって仲良くなったらいいんかと、初めて会う人と、これでもむずいよな。なぜならだって、はい、これよくだからその俺がアドバイスするのは俺にとっていいアドバイスやけど、はい、こう見てる人が、はい、内気な人に、はい、いやこう自分から足一歩伸ばして声かけたらええやんって言っても、はい、できないでしょ。あ、確かにパラダイスさん自分にできる方法でそれを見つけたってことですもんね。そう、なるほど。だから、うん、まあでも、まあ、まあ気を使わ、まあ難しいよねこれ。なんて言ったらいいんやろうね、うん、だから自分できる範囲で、うん、あの相手と仲良くなる方法を見つけるしかないってことですかね。まあ、だから僕はガンガン喋るけど、はい、ガンガン喋ったらボロ出る人もおるし、はい、話聞くのが上手い人もおるやんか、はい、で、まあ、僕の場合は喋る人も大体対処できるし、はい、その聞きたいという人も対処できちゃうから、はい、あれやけど、まあ、これはもう経験やからね。俺がなんかさ、はい、分からんけどなんかその自信を与えれるような一言はそんなないよ。それこれはもう自ら足を伸ばして人と喋ってそれで積み重ねていくもんやから何とも言われへん。ってことはもう行動していけと。そうそうそう、行動して自分のその人と仲良くなれる方法を見つけるしかないと。そんなでも、ま、学んで悩んでる人見てないと思うよこのチャンネル。格闘技好きな人しか見てないと思う。まあ、まあ、ほぼそうですね、うん、あのこの前あの男性女性比率見たら 100% 男性でした、ね、あ一緒でしょ。俺もそんなんやんな。あ、ほんまですか。あ、よかった。そう、いや、あ、じゃあでも今これ見てる格闘技好きの人でも何でも嫌やから、なんかパラダイスさんと一緒になんかこういうのやりたいですとか、全然全然技かけたいですとか、いいですよ。あったらいいってことですよね。いいですいいです、はい。まあ、露骨に技かけられた後は嫌な顔するかも分かんない。隠さないから隠さないからね、パラダイスさん、うん、お笑いはどういうこと今ピンでやってるんですか。僕ずっとピンです。もうピンでトタン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 トッペありがとうペおつとーだ、まあ、はい、その増田岡田さんの岡田さんみたいな感じで言ってしまえば、まあ、似てるっちゃ、うん、いいんですかね、おこがましいですけど、うん、はい。まあ、だからとん平さんは逆にどうやって友達作ってるんですか。僕はですね、もうあれですね、まあ会ったことなかっても、うん、まあ、懐に入ってしまえばいいかなって思っちゃうんで。あ、なるほど。まあとにかく仲良くなれるタイプですか、とん平さんも。いや僕は、うん、パンライさんほどではないと思うんですけど、うん、まあ仲良くなりたいなと思ったらもう自分から言っちゃいますね。あの、まあ、でもそうなるよね。こっちが好きにならないと相手好きになってくれないじゃないですか、うん、おいいこと言うやんか。俺よりいいこと言う。いやちゃいちゃいちゃい俺は何やもんだって。いや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 、パラダイスは正直じゃないですか。そう、僕はもう仲良くなりたいなって思っちゃうんで、うん、嫌いになれないですよね人。わ、はい、かるわ。よくさ、はい、芸能界で嫌いな先輩誰ですかとか言われた時、はあ、マジで困らん。いや困る、いないんですよ、うん、あ、そう、まあその嫌う前にもう離れちゃうかもわかんないですね。もう、うん、ちょっとこの関わり持たへんやん。そうですね、ま、ちょっと嫌な感じがした、はい、だからさ、嫌いな芸人誰とかって言われるのがすごい困るわ、はい、パラダイスさんもしそれ言われたらどうしてんすか。その回避方法とか教えてほしい。あ、でも俺の場合は、はい、そのだから相方っていうパターンができるから。あ、村本さん、まあ、芸能界的にもその立場にいらっしゃいますもんね。でももう薄っぺらいやんそれって。俺別に嫌いじゃないし、はあ、ほんまは、はあ、うん、あのドキュメンタリー見てても思いますわ、はあ、あのね、村野さんの今ドキュメンタリーも、ね、見てくれてる。見てますよ、あれ。あれでパラダイスさんが俺アメリカ行くねんって言った時、あ、そうなんやって、いやいや止めろよってみんな思いますね。いや、そんなことない。応援してんねん俺は。でもそうだよね。そうそうそう、隣で見てるのが俺は好きって言ってましたもんね、あの舞台上の時もね、うんうんうん、だから、はあ、さあそのパフォーマンスで、はい、村本嫌いあいつ最低やからっていうのはいけるけど、はい、実際に嫌いな人おらへんから困るよね、はい、でさ、はい、そういう時ってさ、やっぱなんか、はい、名前言わな盛り上がらへんやん。そうなんですよ。それがすごいやん、空気がね、あの時の、うん、なんか、え、こいつノリ悪い。そう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 、あれダメですよね。ああ、だから、はい、そういうのはもう俺はいいと思うねん、はい、なんていうの、その嘘つかなくて、そうそうそう、はい、いや嫌いな人いてないですからね、はい、みたいな。でまあ、その時に思い出して出てきたらいいと思うけど、はいはい、そんなん言わなくていいんじゃない。うわ、これ自分のためなるわ、ほんま。これうわ嬉しい。自分の YouTube ですけど、自分の YouTube やけどこれめっちゃ見ます。今のシーンめっちゃほんまかな、はい、なんか俺はうさんくささしかない。いや、ちゃい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 。パラダイス兄さん、その、はい、週1でええわ。
やそれ以上あったらなんかこれを機に、うん、これを機に週1ね、週1やったらなんかまだなんか楽しく折れそう。あ、ほんまですか、うん、これが四六時中になるとなんかちょっと、はい、もう普通でええんちゃうテンションみたいな。いやいやこれ普通なんです。ほんまに普通なこれ普通なんです。いや普通の時からでもちょいちょいちょいって言うもんな。言うんですよ、ほんまに。だから大間持ちのモノマネとか誰かのモノマネやる時もこのテンションじゃないと無理なんですよ。誰かのモノマネできないんですよ。あ、なるほど。そう、だからもうトンペイなんや、あれは。そうなんです、ね、なあ、トンペイって誰やねんって思いますけどね、うん、まあ、そうなん、もう大持の格好したトンペイと俺はただ今日ずっとレンタル彼氏してただけ。そうなんです、最後も、ね、大持のモノマネ、桃地のモノマネせえよ。いや、そうなんですね、桃地のモノマネやるってなった次の日に桃地さんが引退するって言ったんで。時期的に、いや、ほんまにね、もう今オリジナルキャラクターでねハートとかつけさせてもらってもうやらせてもらってますけど。そうか、いや楽しい。いや、これがパラダイスさんすごいとこが、ね、こうやってお話しするだけですごく楽しいですよ、うん、いやいや俺も楽しいよ、楽しませてもらってるよ。ほんまですか、うん、いやめっちゃかゆそうっすね。いやいやめっちゃかわいいねってほんまにそんな、ちょっと、いや誰撮ってんすか、ね、いやいや、ちょっとどうする、うん、え、何型っすか。 B 型。え、じゃあ噛まれないです。なんだその僕 A 型ですけど。いや血液型とか あんのほんまに。あるらしいですよね。A 型なの？ A 型は噛まれるん？ A 型噛まれるらしいです、はい、噛まれてる？噛まれてないです。噛まれてない、はあ、今ね、うん、大丈夫ですか？だ、まあ、か会社はないけど、そう予防しながらね、はあ、いやもうでもありがとうございます、もう今日ほんま来てもらって。いいえ、なんか、はあ、そんなことでいいの？格闘技の話せんでいいの？格闘技の話、え、何が、誰が好きですか選手？もし見るとしたら。いや見ると格闘技とか見ますパラダイスさん。いやそれでもやっぱなんかそのアベマとかでさ、はい、よくなんか亀田光輝に勝ったら1000万円とか。 ありましたね、企画で。そんなんとか見た、あの相撲のやつ、はい、あ、朝青龍に勝ったら、朝青龍のやつ、あれもめっちゃおもろかった、はい、おもろいですよね。おもろいおもろい。ああいうのは見てるんですね。あ、だからやっぱ YouTube チャンネルやったら朝倉未来さんのやつ見たりとか、はい、それがさめっちゃすごい人同士が戦いとかするのが、はい、ありますよね、コラボで、うん、あ、やっぱりその YouTube を通じて格闘技を興味持つっていうパターンもあるんですね、そういうアベマさん。あるんじゃん、だってすごいくない？だって今格闘技テレビでやるやつよりさ、はい、面白い対戦カードやったりするやん。そうなんですよ、もう今それがオリジナルで組めるんですよね、うん、YouTube でも、うん、すごいよね。そうなんです、異種格闘技、ほんまの異種格闘技あるんですよ、本当に。だからミクル選手対那須川天心選手がね、そうそう、見た見た、 YouTube で実現したりとか、ボクシングの人、あの畠山さんとかね、竹原さんとか、うん、あの、ありましたね、みんな YouTube やってはるからね。そうなんですよ、コラボでね、うん、え、じゃあちょっと僕とパラダイスさんちょっと今日戦わせてもらうことってできますか？いや何をして戦うの？いや俺あの押し相撲、あ、ミクルさんと天心選手もやってたじゃないですか。いいよ、やりたい。ちょっとここで勝負して、うん、先輩に後輩が勝てるかっていうね。本気やんな。本気です。これはもうちょっと、え、俺ルール知らんねんけど、体触ったらあかんねんな。そうです。え、手押し相撲分かりますよね、これ。手押し相撲やんな。そうです、うん、これでこのシーンだけ場所変えていいですか？あ、そうです。ではパラダイス兄さんと手押し相撲対決スタートペン。はい、ちょ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 、動いてたやん今。秒殺。いや、ちょ、もう一回、あの今のルール確認です、うん、ルール確認です今の。いや、はい、じゃ近ないこれ、いや、このぐらいもんちゃう、はい、このぐらいです、いきます。うわ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 背中なんもなんてないの？血出てる。え、大丈夫？大丈夫ですか？どこ出てるの？血え、いけてますかね？手すりよ。大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫、大丈夫ですか、うん、今の引き分けですかね？ちょっと待って、今俺の勝ちじゃん。え、今の俺の勝ちやんな。勝ったのはパラダイスか。だって俺、だって限界まで俺だってもう足動かさへんって心に決めてやってたもんな。うわ負けてもうたー、くそ。でも傷は負ったけど俺は。いや、格闘技チャンネルらしくなりました、パラダイス兄さんのおかげで。絶対今の俺の勝ちやんな。あ、もう悔しいですけど、これまたちょっといつかリベンジさせてください。いや、で、また場所は変えよう。場所変えましょう。もうちょっとマットのあるところでやろう。こんな価値のやつないですよね、あんまりね。
うん、でもっと伝えへんけど俺血出てるから、そうです YouTube 血禁止なんだよね。ありがとうございます。ということで、はい、今日は、中川パラダイスさんに来ていただきました、はい、どうでしたか今日。いや楽しかった、ありがとう。あ嬉しい斜めってるところで斜めってますけど、ありがとうです、はい、じゃあ最後あのオツトンっていう、オツトン、はい、オツトンで終わらせてもらっていいですか。わ、はい、かりました。せーの、オツトン、ありがとうっぺー。パラダイス気は映らんようにしとかんと、イエイ。